ボスこんにちは、今日は自宅でできる内もものトレーニング、このたるみが気になる方や O 脚を直したい方、それからパンチを強くしたい方にもおすすめの自宅でできる重りを使わないトレーニングをご紹介いたします。足を大きくハの字に開いて手を組みます。ここからお尻を後ろへ突き出しながら、膝がしっかり外に向いたままスクワットをして戻ります。背筋は伸ばしたまま、ある程度深くしゃがむようにします。腰が丸まらないように、しっかり背筋は伸ばしたまま下ろします。今度は今のスクワットで下でちょっと弾みます。バウンドをして戻るようにします。バウンドする位置は低い位置、ここはちょっと張ってるなっていう状態で弾ませて戻します。でそこから今度は、同じ体勢からジャンプします。しゃがんでそのままジャンプして、もう一回そのままスクワットします。着地と同時にスクワット、これ結構きついです。でさらにこれが終わったら、スクワットをした状態、この低い姿勢で保ったまま、横へ3歩、1、2、3、横へ3歩、1、2、3、これを繰り返します。1、2、3、1、2、3、しっかり両足同時に着地するように細かく飛んでいきます。それではここまでのスクワットを連続して、やっていきます。最初スクワットを10回、その後バウンドスクワットも10回で、ジャンピングスクワットは5回で、最後左右に3歩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 、2往復して終わりです。ここまでちょっとやってみましょう。しっかり足を外へ向けてやってみます。じゃあ行きます。10回です。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、次からバウンド、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ジャンプします。1、2、3、4、5、はい、横へ1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、はい、どうでしょうか。しっかり立ち上がった時にお尻をキュッと締めると、お尻にもしっかり効いてくると思います。内もも、お尻、これで夏はバッチリです。